はい、おはようございます。魚がこと、あゆみです。です。今日はですね、鹿島アントラーズ VS 湘南ベルマーレの試合へ行ってまいりますみたい。あ、ウィウィウィ、本日はウィでございます。2回目の湘南ベルマーレホームへお邪魔いたします。今はレモンガススタジア行ってきます。皆様お気づきの通り、以前は一足りず一サザエだったんですけれども、本日は一足りず中サザエに中サザエこちらでお届けいたします。そして今ね、ネイルに行ってきました。じゃ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 ーん、まだ旦那さんにも見せてませんが、じゃ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 ーん、アントラーズ。昨日ガクちゃんの発表があったので20番入れてまいりました。こちらには私一押しの上田直道選手がゴーゴーゴーと入っております。ということで今日の動画ごめんなさい、本日も初しかないということで、レッツオーショータイム。ですね、駐車場を探すために出ております、ね、ちょっとね、使い勝手がわからないのでね、駐車場がどこにあるかわからないんですけどね。鹿島のサポーターはこっち側にいるから信じていこうと思うけど。はい、ということで着きました。こちら湘南レモンガススタジアムの駐車場でございます。ということで着いたんですけれども、またね、いつものように迷子なんですけれども、あ、でもね、ファミリーがいる、ファミリーについていこうと思います。夏の終わりを感じながらセミの声を聞いております。ミー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 。ということでスタジアムへ行きたいと思います。レッツゴーゴーゴー。うん、今キングベルパークに来たんですけれども、人が多すぎて行き取れない。あ、でもアイスうまかった。ケバブいっぱいあるし、鹿島のサポーターめっちゃいる。結構奥まであるよね。そうね。うん。鹿島タコがめちゃめちゃおります。あ、生しらすある。生しらす丼？台湾まで蕎麦とかもあるよ。とりあえず奥まで行ってみたいと思います。フルス対決よろしくお願いします。ただいま買いました。鹿島でおなじみのしらす丼なんだけど、今日は生しらす丼でございます。あとフィッシュ&チップス買ったので、また食べるときに取ろうと思います。そして雲行きが怪しくなってきました。とりあえず雨が降らないことを祈ります。6時前ぐらいか今なので、中に入っていこうかなって思っているところではありますが、アウェイ湘南戦入場いたします。デデンデレッ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 、わーお行ってきます。
お聞きでございます。さあ、それでは一人ずつ紹介していきましょう。まず一人目、中田千尋。到着しました。ゴール裏の指定席の3列目こんな感じです。すっげーと思ってんね。雨降ったら終わっちゃうね。スターティングメンバーの発表です。パチ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 。本日のスターティングメンバーは早川選手に菅井選手、上田直道選手に関川選手に溝口選手、そしてディエゴ・ピトカ選手にボールを回収する佐野回収選手に土井選手、そして仲間選手に知念選手に滝田選手の11人で戦います。勝つぞ勝つぞ勝つぞ、勝たねばならぬほととぎす。上位陣に食いついていきます。食らいついていきます。戦ってきます。いろいろ言いたいことはありますが、とりあえず勝って勝ち点3勝ち取って帰りたいと思います。全力で応援いたします。
後半戦レッツ栃木建物分譲不動産休んでください。はい、ということで、そして次は2対2の仕分けで終わりました。最後、上田直麦さんが歌まんねんって言っちゃって、これで上田直麦さんにはなので頑張りでという感じではあるんですけれども、上田直麦さんのナイスプレーからちょっと怪我はしちゃったけど、PK をゲットすることができ、ハイキーがね、決めてくれました。巻き返せるかと思ったけど、引き分けで終わってしまいましたが、いろいろ言いたいことはありますが、胸にしまっておきます。次の、ルヴァンの名古屋戦アウェーはいけないんですけれども、ルヴァンのホーム、名古屋戦は行くので、また皆様その時にお会いしましょう。ということで、めちゃめちゃ湘南の風流れておりますが、どんな動画になっているか分かりませんが、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル、そんな天使じゃないのでグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ということで、
今日も一日アブリガード、またね、バイバイ、気をつけて帰ります。